皆さんこんにちは、こんばんは。かみちゃんことひろみでございます。はい、今日はですね、このカードにちょっと絵を描こうかなと思って、まあ描きながら雑談、なんかゆるゆる雑談していきたいと思いまーす。はい。でですね、最近ね、私が感じることがあってね、まあちょっとまあ雑談って言っても、私がこう喋ることがすごい正しいとか、それが一番正しいとかって言ってるわけじゃなくて、本当まあ私の個人的な考えをまあ話していけたらなと思ってるんですけどね。ちょっとポン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 うるさかったごめんね。私子供2人、中学校の子供がいるんですけどね。こうなんていうのかな、まあ、感じることとして結構ネガティブなことをこう言う子っていうのかなが結構多いのかなって感じるんですよ。はい、ネガティブ。例えばなんていうのかな、まあ、私は何々ちゃんよりダメだとか、もうなんか全然私なんかできてないとかね。あと、もう、やっぱり私ってこうだわ、みたいな。なんかもう、やっぱダメだわ、みたいなことをね、こう、ついこう、ポロッと言っちゃうっていうかさ、そうやって感じてる子が結構いるんじゃないかなって感じたんですよね。うん。で、正直、私なんかめちゃくちゃネガティブでね、そんなこと言ってなんだよっていう話なんですけど、めちゃくちゃネガティブで、あ、ちょっと待って、5分程度にしようと思ったらもう2分喋ってるな。あ、飛んだ。ちょっと待って、飛んじゃった。めっちゃネガティブ人だったんですよ。てかもう私、ほんとネガティブしかないみたいなやつでね、やつって言ったらいけんね、もう子で。まあ大人になってからも結構掃除機が続いたりしてね。もう私ってなんでこれもできんし、これもできんし、あれもダメなんみたいな。ほんとそんなことばっかり思ってて。で、だからほんとそうやって言っちゃう気持ちってすごくわかるんです。うん。なんかつい、ああ、やっぱあの人すごいなとかね。ああ、あんな風に私はなれんからやっぱダメなんだわ、みたいな。私はやっぱダメだわ、みたいなね。思っちゃうんですよ。だからすごくそういう言葉が出ちゃうっていうのがすごくわかるの。だからそれがネガティブなことを言っちゃうのが良くないよっていうことじゃないんですよ。まあね、人間だしさ、ポジティブになれる時もあればネガティブになっちゃう時もあるんだよ。それはよくわかる。まあ私もそうだし、まあ人間ってね、やっぱそうやって生きていくっていうかさ、ずっとポジティブ人、ずっとネガティブ人って結構疲れちゃうし、それは出てくるのもしょうがないなと思うんだけど、できたら、そのネガティブなことっていうかさ、なんていうのかな、ネガティブだけど、どうせならちょっとこう楽しく生きたいなっていう人の方が多いと思うんですよ。ネガティブにずっと生きるんじゃなくて、ちょっとはね、なんかこう、楽しく、自分がそうね、ポジティブっていうかさ、発言ができるぐらいにさ、生きれたらって思いませぬか本当にネガティブなことばっかり言ってる時って、ガーンってすごく心もね、結構落ち込んじゃったりとかしてね、なんか大変な時期が私もあったんですよ。ネガティブな発言をしたらね、自分はダメだって、やっぱりダメじゃんって思ったり、口に出して言うでしょ？そうしたらさ、なんていうのかな。やっぱり君はダメだねっていうふうなことを自分で自分に言ってるっていうのかな？っていう感じになるんですよ。だから、どんどん自分がダメな人間になっていっちゃうんです。ダメな人間じゃないんですよ。本当に、生まれたと、もうね、こうやって、ここの地球に生まれて、こうやって生きてるだけですごいことなの。すごいことで、めちゃくちゃもうね、スーパー人間なんです。皆さん、スーパー人なんですよ。スーパー人。スーパー人。本当に本当に。
もう本当にこうやってね過ごしてくれてるだけでありがとうって、君は素晴らしい人たちだよって思うんです。でもね、それを言われたかて、そんなこと言ったかてですよ、そう思えないっていうのが正直なとこじゃないですか。なんか、まあ、なんか、あなたすごいよ、こんなことすごいよ、すごいよって言われても、私あんまりね、まあ私の場合は、すごいって自分で本当思えなくって、なんか褒められても、あ、社交辞令ですかみたいな。あ、社交辞令で言ってくれてんのかなとかね、ほんとひねくれてんの。もうなんか、もうそんなことない、私全然ダメだし、みたいな。本当にね、そういう人間でね、うん、でそうなると本当にね、ダメダメな方向にしか行かないんですよ。だから自分で自分を責めちゃってるしね。だから本当に嫌なことが結構起こっちゃったりとか、いいことも少なかったりとか、やっぱりね、結局はその楽しくない方向に行っちゃうんですよね。うん、で私まあ、そうなった時にやっぱり今思うにね、そのネガティブなことばっかり言っちゃって、ネガティブを引き寄せちゃうよりはね、ネガティブを思っちゃったね、ネガティブを思っちゃったってなった時に、ちょっとネガティブをこう、あ、自分出てきたなって多分ね気づくんですよね。そう、あ、ネガティブ私言ったなみたいな、私ネガティブさっき言ったなって思ったら思ったら、前ね、ちょっと動画を貼っておくんですけど、ブロック解除っていうのがあってね、スピリチュアルアキコさんが言われてたのがね、電球の玉をイメージして、その電球の玉がね、自分がこう、例えば、ネガティブを言っちゃった自分っていうのがあるとするじゃないですか。うん。で、その、こう、電球っていうか、その気持ちを込めた電球を、出すんですよ。そこにつけてんの、自分がね。その自分もね、なんて言ったらいいんだ。説明が下手。まず自分が、こう、自分が、あ、ネガティブ出ちゃった。ね、ネガティブな自分出てきたなぁと思ったら、ずっとネガティブだと、ネガティブなことしか引き起こらないからね。ネガティブな自分を電球にするんです。バーって出して。で、その電球をくるくるって外して、ポーンって宇宙にこう、ポーンって投げるんですよ、この電球を。ポーンって。で、投げて、したら今度ね、そこの、新しい電球をくるくるってつけて、もう全部想像でいいんですよ。想像で頭の中でくるくるってつけて、そこにこう、その電球が光ってる。ふわーっと光ってる、みたいなのを、うん、感じる、みたいな。そしたら、そのネガティブはね、ちょっとね、楽になるんですよ。どっか行っちゃうの、ポンって。不思議と。うん。そしたらね、このね、それを何度も何度も、ネガティブが出た、やる、ネガティブが出た、やるってやってるうちに、だんだんとそのネガティブがね、少なくなってくるんですよ。不思議なんですけど。これ本当だから、ぜひやってみてほしいなと思ってね。ネガティブって、どうしてもね、なんだろう、自信とかも、自分が本当はすごいのに、自信とかもこうなくしてしまったりとか、あとそういう友達とかを引き寄せちゃったりとか、そういうあまりなんか嬉しくない出来事を引き寄せちゃったりとかっていうのもあるんだよね、ネガティブって。うん、だから、こうなんていうのかな、うん、ちょっとそういうのが出てきちゃうなと思ったら、電球でも何でもいいんですけど、私がよく娘に言うのはね、なんていうのかな、電球ってなかなかちょっと難しいっていうか、イメージしにくいなって言うんですよ、娘が。それだったら、もうそのね、なんかこう、もやもやした、あ、なんかね、ネガティブ来たと思ったら、こう嫌だなこととか起こったら、それをこう出して、それをポンって宇宙に投げて、宇宙に投げたら、娘はこのアニメのキャラクターで好きな推しがいっぱいいるのでね、その推しがこう光でこう娘を照らしているよっていうのをこう感じてごらんみたいな感じで言うんですよ。うん、そしたらね、ほんとね、娘もね、だいぶね、こうなんていうのかな、学校生活が前とね、ほんとに変わってきたんです。ほんと友達も変わったし、これほんとにほんとなんですよ。もう多分ね、
まあ、え、そんなキャラだったの？みたいな感じで結構言われるみたいです、今。それぐらい変わってくるから、あの、ネガティブがね、全然悪いとか、い、あの、良くないとか、そういうことじゃないんだよ。なんかネガティブだって、それ誰だって出るしね。それはもう全然いいんだけど、やっぱネガティブだーって思っちゃうとさ、ずっとずっと、あの、ネガティブなことば、ネガティブなことを引き寄せちゃうし、あと、なんていうかな、あ、そうそう、だからネガティブがどうして出てきちゃうのかって言ったら、本当に、どっちか、あの、人と比べてる時に出てくると思うんだよね。なんかこう、人、あの人はこうなのに自分はこうだ、みたいな。そこなんだよね。そこがなんか私は、多分、一番他人っていうのかな。人と比べてどうっていうので自分がダメなんだ。あの人はすごい、自分はダメみたいな感じで思っちゃうんじゃないかなっていうのが大きいと思うんだよね。だから本当に自分すごいんだってね、思うことが大事だと思うんだけど、なかなか急にね、そんな自分すごいぜとは思えないと思うから、少しずつね、そうやってだんだんとこうネガティブが出てきたら消していく。どんどんブロックを解除していくことによって、そういう風な気持ちも出てくると思うんだよね。自分ってやっぱりすごいなって。あ、こんな力もあるんだな、こんな能力もあるんだなって。あの人って、本当に、もうね、同じ人っていうのは全くいないんですよ。同じ才能持った人ってもう絶対いないの。何かしら、この子はこれとこれとこの組み合わせがすごいよとか、これ、この子はこれがすごいよっていうのをね、もっと生まれてきてるんだって。うん。だからね、絶対、何かしらの能力がある。絶対ある。だから自信を持って生きていってほしいなと思うんですよ。もう過ごしてほしいんですよ、私は。そう、ネガティブを、なんだろうな、聞く子もやっぱりちょっとネガティブになっちゃったりとかね、ネガティブって結構伝染しやすかったりもするから、そこをね、ネガティブ飛ばしちゃってほしいなと思って、なんかそういう話をねしてみようと思ったんです。さっきからポン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 うるさくてごめんね。多分ポンポン入ってるよね、このポンポンが。ごめんね。このスポンジね、こう塗るとこうまだらになるんだけど、こう話変わっちゃった、ね、まだらさも良くない？なんか、それがなんかいいなと思って、こうまだらみたいな。なんかそれもいいなと思って。もう関係ないんだけどさ。ネガティブ関係ないとか。ということでした。なんか、あ、もう15分喋っちゃう。ほら、やっぱり私すぐ喋っちゃうからね。もう、なんだろうな、私喋ることも好きなんだけど、こう人の話を聞くのもすごく好きでね。だから子供とか主人とかも、そう話をね、聞くのがめっちゃ好きなんですよ。そう、だからね、私ね、もう、あの、なんていうんかな。どんどんね、いろんな人の話を聞きたいから、ぜひね、皆さんコメントを、私に何でもいいから、ま、あの、なんだろう、ま、何でもいいって言ってもさ、こう人を傷つけるようなことを言うのはあれとは思うんだけど、あの、今日こんなことがあったよとか、もうなんか自慢？もう、自慢ってあるじゃん。こう、今日こんなことがあって嬉しかったとか、こんなことがあってね、あの、例えばさ、ほらほら、あの、なんていうの、何、好きな子がいて、その好きな子、A君がね、私と今日目合ったんですとか、もうなんか、あの、A君が今日喋りかけてくれたんですとか、もうそんなんでも全然いいから、もうコメントぜひ残してください。返したりっていうのはあれかもしんないけども、絶対読むし、私もね、ハートマークもさせてもらうんで、ぜひぜひ。悩みばっかりじゃなくて、私正直なところ悩みもね、あの、解決っていうかさ、少しでも楽になればいいなっていう気持ちはあるんだけど、自分が嬉しかったこととか楽しかったこととか、そういうハッピーだった出来事をなんか話してほしいなって思うんですよね。なんか日本人だからかわかんない、私日本人だからそうって思うのかもしれないんだけど、あんまりなんていうかな、人にそういうことを言うと自慢って思われるとか、なんかあんまりこう自分のことをこんないいことあったっていうのが言えないとか、なんかこう親に言うにも恥ずかしいとかあるじゃん。なんか好きな子の話とか親に言うの恥ずかしいとかあるじゃん。
だからそういうのを人に伝えたいと思った時は私を活用してください。ぜひぜひ皆さんからの、まあ、ハッピー体験談、今日こんなことあったよとかのコメントをお待ちしております。ぜひぜひ何でもいいんです。うん、もう老若男女、男女、全然なんだろうな、もう幼稚園の子でも、小学校の子でも、学生さんでも、大人の方でも、もうね、どんな方でも OK なので、ぜひぜひ、皆さんコメント残してくださいね。もう今日嬉しかったこと、なんだろう、今日、四つ葉のクローバー見つけましたとかでもいいけど、なかなかないか、そんなこと。今日こんなことがあって嬉しかったよ、とか。本当、まあね、悩んでてっていうのも、もしね、私が答えれる範囲であれば、お答えしたいなと思うんですけど、本当に、なんだろう、ハッピーな、自慢でもいいよ、もうどんどん自慢しちゃって、私に。自慢自慢。自慢話を私にしてください。ぜひね、私も、まあ、匿名さんでね、紹介させてもらったりとかもすると思うし、なんだろうな、人の喜びを喜べる人がたくさんいると思うんですけど、それをさ、こう、話せなくて、なんか、悶々と自分の中で、こう、喜びをかみしめるよりはさ、人に伝えて、なんか、みんなで共有したいなっていうふうに思ったんですよ。うん。なので、ぜひ、恋愛とかでもいいよ。逆に恋愛がいいとか？私、なんていうのかな。そういう恋愛マイスターとか、なんか、もうすごい人とかではないんだけど、そういう話聞くの大好きなんで、もう女子はさ、ほら、やっぱりこう恋愛トーク好きじゃないですか。うん。なので、もう全然いいよ。もうなんか、好きな子が、とか、私の好きな子が、なんか他の子と喋ってちょっとジェラシーとか、もうそんなんでも何でもいいんだけど、うん、ぜひぜひ、お話ししてください。コメントください。みんなに見られてあれだなと思ったら、ツイッターとか、インスタグラムのダイレクトメールとかでもいいので、ぜひぜひくださいね。うん。そう、今日はだから何の話って言ったら、ネガティブな発言をついしちゃうっていう時に、まずネガティブが出てきたら、まあ、それをもうね、ポンとこう投げちゃう。宇宙にポンと投げて。まあ、それがこう、なんていうかな、こう、散らばって、パンって弾けて、で、まあ、キラキラーってこう、光がね、その粉が降り注いでくるよ、みたいな、その綺麗な光が、光となってこう、降り注いでくるよっていうのでもいいし、なんでもいいんですよ。こう、電球でもいい。なんか、ネガティブな、ね、電球、私が考えちゃったネガティブな電球を、こう、ポーンと宇宙に外して、そして新しいのつけて、その光を感じる。うん。それを繰り返すだけで、だいぶそのね、自分のネガティブだった部分っていうのが軽くなっていくんですよね。そうすると少しずつね、ポジティブなことが考えられたりとか、ネガティブが少なくなっていくので、ぜひぜひ皆さん、それを実践してみてくださいね。本当にね、変わってくる。出来事も、起こる出来事も変わってきますから、うん、本当に本当に、ぜひぜひ、試してみてください。はい、こんな感じで、まあまあ、ちょっとなんか、中途半端な感じではありますが、まだもうちょっと塗りたいと思います。そんな感じでですね、まあ、これは中途半端なんですけど、この、じゃあ、今日これを、見てくださっている方へこのカードさんからメッセージをいただきたいと思います。ちょっとカード汚れちゃいけないんで、この子たちはこっち、はい、ではカードさん、これを見てくださってる方へ、ちょっとね、ネガティブに感じちゃうなっていう子にメッセージをお願いします。ちょっと切りにくい切りにくいけどねえ、カードで、カードさんが教えてくれるので、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってね、切りにくいね。うん、まだな感じがする。よし、これだ。うん、おお、すごーい。見てください。この、英語の意味というより私は絵で
ちょっと感じ取りたいと思います。見てー、すごい綺麗ですね。キラキラキラー、ほら、なんかもう降ってきてますよ。この黄金の、さっき話したもんね。だって私、あのネガティブはさ、ポーンと投げて、こう、なんだろ、光の粉が降ってくるよって言ったら、本当に、このカードさんが示してくれましたよ。ほら、びっくり。ねえ。そうなんです。なんかこういう感じで、嫌なね、ネガティブをポーンと投げて、ねえ、こういうね、キラキラのゴールドさんが、これ支えてくるよーっていうのを感じるだけでネガティブはねどっか行っちゃいます。うん、本当にネガティブはどっか行っちゃうので、はい、皆さん見てください。私が光ってる、映り込んでたらごめんね。はい、こんな感じでピント合ってますか。皆さんにこうやって降り注いできますからね。ポジティブも豊かさもいろいろほんと降り注いでくるから、自信を持って過ごしてください。はーい、こんな感じでございます。なんかすごい嬉しい。なんか私も嬉しいよ。嬉しいカードが出ました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまたでーす。